のモーフルは何にでも変身できるんだ。モーフル、さあ行こう。大変、見て、メアリーさんが街を壊してる。どうしちゃったのかな、モーフル。まったく、けしからん。おお、洗脳光線を当ててやれ、夜。おお、メアリーさんにビルを壊させる。ビルを壊せ。モーフル、大きなロボットになって。あのビルと同じくらい大きく。モーフル変身。いいや、モーフル、街を壊すのを手伝うんだ。オッケー、悪者。大変、モーフルが悪くなった。ファウラ博士から盗んだこの洗脳光線銃のおかげでみんなに何でも言うことを聞かせられるんだ。ただでアイスをくれ。アイス、ただパパ、悪者たちがみんなに町を壊させてる。でもどうやって止める。いい考えがあるの。俺たちって天才だな。これも全部洗脳光線銃のおかげだ。パパ、悪者を捕まえて。うわ、なんだ。博士、光線銃を取って。返してもらうわ。おい、早くモーフルの洗脳を解いて。メアリーさんとフリーズさんも。モーフル、メアリーさん、一緒に街を直してくれる。イエーイ、モーフル直しの好き。フリーズさん、悪者を逮捕して。町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。なんでみんなミラの言うことを聞くんだよ。ああ、みんなを洗脳したのか。ミラの言うことを聞いたのは洗脳されたからじゃないわ。ミラの考えに賛成だったからよ。ええ、やりたくないことを無理やりさせるのはいいことじゃないよ。みんなよくやったね。素敵な魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたいだね。